今懸念されているのはもうちょっと北側ですよね。北海道また北東北では同様規模のエネルギーが残っているかもしれない。シンポジウムでは東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授が講演し、巨大津波が予想される日本海溝や千島海溝沿いの地震について適切に避難をすれば人的被害を大幅に減らせるとし、ハザードマップの確認などを呼びかけました。また地震災害を専門とする遠田真嗣教授は県内でも想定される直下型地震について解説し、緊急地震速報が間に合わないとして建物の耐震化を進める必要があると話しました。やっぱり水は逃げることですよね。高台に車なんかちょっと当てにならないですね。やっぱりシンポジウムにはおよそ260人が参加し、最新の研究結果を聞きながら防災意識を高めていました。